はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は算数場合の数の29回目、サイコロの丸4ね、図形と場合の数っていうね、テーマでやってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、この私滝谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。では早速やってみましょう。五角形 ABCDE の頂点 A に王冠の駒が置かれています。この駒はサイコロを1回投げると出た目の数だけ、時計回りに移動します。例えばサイコロを1回投げて4が出れば頂点 E に、さらにもう1回投げて3が出れば頂点 C に移動します、ね、さあ A からスタートしてサイコロを1回投げて4が出れば時計回りに移動する。1234ね、そうと E に来る ね ここに王冠来るわけです。その後もう1回投げると、3回投げるとここから123と C に移動する、ね、でこの時1番サイコロを2回投げて駒が頂点 A に移動するとき、サイコロの出目は何通りありますか？さあ、2回サイコロを投げる場合で、ね、A に来ると。要するに、1、2、3、4、5。2回投げて5に来ると。ってことは、2回ですから、和が5のときですね、まずね。和が5の時、1、2、3、4、5足して5だったらこれ A に止まるわけです。であと和が10の時もありますよね。1、2、3、4、5で一周するわけですから、6、7、8、9、10という時もね。で、2回ですから12が最大ですから5と10だけですね。さあ5の時も出してみましょう。1、4、2、3、3、2、4、1と4通りありますよね。で和が10の時は4、6、5、5、6、4と3通りありますよね。ってことは全部で4たす3の7通りってことになります。で次、大変なのは2です。サイコロを3回投げて駒が頂点 D に移動した時、サイコロの出方は何通りありますか？さあこれね、 D に来る3回ってことは出目の最大は 6×3 の18です。で D はいくつの時かというと、最小が1、2、3ですね。和が3の時で、そして1、2、3、4、5、6、7、8の時、和が8の時で、3、8、さらに9、10、11、12、13で、14、15、16、17、18、4つあるわけ。和が3、和が8、和が13で和が18、ね、和が3は簡単、111しかありませんよ、一通り。和が18も簡単、666の一通りです。和が8と和が13は大変ですよ。さあこれの出し方ね。さあ和が8からいきましょう。1から始めます。116、今日はねこのやり方でいきますから。さあただね、これ1を2にします。125、3に増やします。さあ5を1つ下げます。134、143、152、161もなりません。ここが1だった時は6通りあります。さあ2だった場合、残り6ですから、
215。さあ、ここを2にします。4に下ろします。3にします。ね。3にします。242、251。これではありません。5通り。さあ、3。和が残り5です。3、1、4。さあ、1を2に増やします。4を1つ減らします。3、3、2。3、4、1。さあ、4通りです。さあ、4の場合。残り4です。4、1、3。4、2、2。4、3、1。これで終わり。3通りです。さあ、5の場合。残り3ですから、5、1、2。5、2、1の2通りです。さあ、そして6の場合。6、1、1しかありません。だから、和が8。の場合は6たす5たす4たす3たす2たす1、6、10、15、21通りなんです。さあ、そして和が13の場合、これ大変なんですよ。和が13の場合ね。さあ、ここが1だった時、1、6、6です。もうこれしかありません。残り12だからね。2の時、さあ、256、265、これしかありません。残り11だから。3、346、355、364、これしかありません。1通り、2通り、3通り。さあ、4、残り9です。436。さあ、1個ずつこの3の部分を増やしていきます。6を1つ下げます。5にしました。4にしました。6にしました。3にしました。さあ、4通りあります。さあ、5の時。さあ、8です。8だから26だね。35、46、44、53、62。やっぱ5通り、1個ずつ増えていくね。さあ、6の時、残りが7ですから、616、625、634、643、652、661、6通りです。さあ、これも同じ図式ですね。これね、1たす2たす3たす4たす5たす6。さあ、これ6、10、15、21通りです。さあ、これで全部出ました。和が3の場合は1通り、和が8の場合には21通り、和が13の場合も21通り、和が18の場合1通り。1たす21たす21たす1。44通り。ね。まあ、他にもう一個やり方あるんですけど、今日はこれでいきます。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。